因数分解しなさいという問題ですけども、パッと見た時にですね、ここの3つマイナスでくくってしまうことによって話が進んでいきます。x 2乗マイナス括弧にしてしまって、 y 2乗符号を変えてマイナス 4y 足す4という具合になります。そうするとですね、 x 2乗引くここがなんと括弧 y 引く2の2乗という形で因数分解できますね。と y 引く2、これを a と置いてあげることによって x 2乗引く a の2乗という形になり、 x 2乗引く a の2乗は括弧 x 足す a 括弧 x 引く a という具合になります。でここで a を元に戻します。A が y-2 なので、ここに y-2 を入れるわけですね。そうすると答えがですね、カッコ x 足す y-2、カッコ x、最後、符号気をつけてね、ここにカッコ隠れてるから、マイナス y、次、問題はプラスになりますからね、プラス2ですからね、ここ、符号間違い、